エドガー・ララ・メルセデスは、ドミニカ共和国出身のプロ野球選手。宇ト右内。NPB では、育成選手であった。2006年にセントルイス・カージナルスに入団。ドミニカン・サマーリーグ・カージナルスでプレーし、56試合に出場し、打率。175だった。2007年は、ガルフ・コーストリーグ・カージナルスでプレー。49試合で8本塁打を放った。 2008年は、ジョンソンシティカージナルスでプレー、45試合で打率、267、5本塁打、21打点の成績を残した。2009年もジョンソンシティカージナルスでプレー、64試合で打率、237ながら9本塁打を放った。2010年は、A 級のクアッドシティズリバーバンディッツに昇格。105試合で17本塁打を放つなど、 持ち前のパワーを見せたが打率239、23 145三振と確実性に課題が残るシーズンとなった。2011年も A 級のクアットシティズ・リバーバンディッツでプレー。11試合で打率188、2 18本塁打の成績ながらシーズン途中に A 級のパームビーチカージナルスに昇格し84試合で10本塁打。 42打点の成績を残した。2013年、東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプにラファエルポロと共にテスト生として参加。1月7日に育成選手としての契約合意が発表され、1月26日に入団会見を行った。同年6月18日、本人からの申し出によりテスト生から同時に入団したポロと共に契約解除となった。 対談までにイースタンリーグで残した記録は17試合の出場で打率191打点であった。ありがとうございます。